はい、皆さんこんにちは。ジューシーフィットのインストラクターのゆかです。今日はベーシックコースのウォームアップをご紹介したいと思います。ウォームアップはですね、今からエクササイズをする準備として体を温めて、体にですね、今からトレーニングするよっていうのを伝えていくような役割があります。はい、まずこれはですね、キャットカウという動きですね。よくヨガとかで使われるので、女性の方はしたことがあるという人も多いかもしれません。しっかりとこれは背骨にカーブをかけて動かしていくことが重要になってきます。はい、ぐーっと肩甲骨も広げていきます。そしたら今度はですね、普段伸ばさないような場所をちょっとしっかりと伸ばしていくような動きになります。はい、このような体勢になったら、左手をですね、下から上に回して、二の腕が耳の横に来るような感じで、脇の下のところですねを伸ばしていきます。で、人によってこうポジションで伸びる場所が変わってきちゃうので、自分で手の位置とかを変えて、最初はこう動きながらポジションを探します。息を吸った時に脇の下に空気がポコッと入ってくるようなイメージでストレッチをしていきます。はい、しばらくキープしたら今度は反対をしていきます。反対が終わりましたら、今度ダウンドッグというポーズです。これもヨガでよく使われます。やったことある方も多いと思います。肩をしっかりと中に入れて、お尻を突き上げて、体で三角を作ります。これは今足踏みして膝の裏をストレッチしていますね。はい、首に力が入らないように注意してください。そしたら右足を上げて、膝を胸まで引き寄せるというこの動作をしていきます。結構私のレッスンではこれ多く使うんですけど、しっかり股関節から動かして引き寄せるときにお腹に力を入れることで、結構すぐに体が温まりやすくなるので使うことが多いです。しっかり呼吸も意識しながらやっていきます。はい、そしたらですね、膝を今度グッと上に持ち上げて、お腹を丸めて腹筋に力を入れて、さらに体を温めます。はい、そしたら今度右手を上げて胸を開きます。この時背中なるべくまっすぐして、かかとと頭をしっかりと遠くに引き伸ばすようなイメージで深呼吸を続けます。このようにキープする筋肉っていうのはすごくしなやかな体作りにとって重要になるので、はい、女性の方はしっかりと速い動きの筋肉だけじゃなくて、このようなゆっくりとした筋肉を鍛えることも、重要になってきます。そしてこれは足の付け根とももの裏を伸ばしています。特にこの辺は硬くなりやすいので、しっかり伸ばしてほぐしてあげることで、綺麗に、筋肉がつきやすくなりますし、体も柔らかくなるので、この辺はしっかりと伸ばしてあげてください。お家でもできるので、ぜひ痛気持ちいいぐらいのところでやってください。そしたらまた反対いきます。これはですね、体幹をトレーニングしていっております。右手と左足を離して動かして、上げたりとか伸ばしたり縮めたりっていう風に動かして、体幹を強化しながらどんどん体を温めていってます。はい、これは腰が反らないように、目的は高く上げることではないので、足は低くてもいいので、腰が反らないようにしっかり背中をまっすぐにして行うことがポイントになってきます。はい、結構そんなに多くはやってないんですが、これだけでも
割と汗が吹き出してきます。はい、片方終わったら一度チャイルドポーズして肩の力を抜きます。そしたらまた反対も同じことを繰り返していきます。この時しっかり呼吸は忘れずに続けることを心がけてください。はい、じゃあ反対も同じことを続けて、もうそろそろ終盤ですね。はい、あともうちょっとです。細かくやったら、はい、ゆっくり下ろしてお尻下げてチャイルドポーズで終了です。はい、この時はですね、このままアッパーボディ上半身に入っていくんですが、今回はまあこの辺で終わりになるので、こんなことやってるんだなと思いながら見といてください。今回のウォームアップはあんまり立ったりせずに、フロアにいる状態で動いてるものばかりだったんですが、もっともっとバリエーションがいくつもありまして、立った状態でバーを使ったり、もっとバレエの要素が入ってたりするものもあるので、毎回違う動きが出てくるのもバーボディのいいところかなと思います。また動画上げていきたいと思いますので、皆さんぜひ参考に一緒にお家でもやってみてください。じゃあまた会いましょう。バイバーイ。